いいですね、ゼブラボールペンの柿沼商店、ここに今移動中見つけちゃいましたよ。昭和レトロ風ガチャ、お店自体も昭和レトロ風ですよね。いやー期待できますよ。タバコの看板、へー素晴らしいですね。 U の機械とコスモス、いやー素晴らしい。中もちょっといい感じですけどねでもちょっと回すには勇気いるな。これも開いてんじゃん、これ取れんじゃないの。でも中残ってるというね。ちょっとメダルはいいかなね。メタリッククリスタルボールも、いやーちょっとこれもな、100円だもんな。ポケモンメザスタで、うわーこれもきついな、マスク、うわー、ポケモンメザスタってなんだろう。いやでもなんかちょっとな、ね、いや令和5年にこのラインナップはすごいな。ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト兼カプセルトイ研究家のワッキー貝山です。ちょうど1年前ぐらいに情報をいただいてました。高木さん、お待たせいたしました。私は栃木県小山市にやってまいりました。そう、奥にあるこちらね、模型のセブンショップ、その前に昭和レトロ風ガチャガチャがたくさんある。しかもね、ユカスとかユーとかメーカー名言ってるあたり、高木さん結構知ってる方かなっていうか、それかもしかすると業者の方かなって察しておりますが、やっと1年後の今日になりました。今から調査に行きたいと思いますのでお楽しみに。来ました、セブンショップ模型ね。これがすごいのよ、ほら、いいかな、カプセルステーションからユカスから200円ガチャ、握ってジュエル、ミニボール、そしてポケモンメザスタ、これ流行ってんのかな。お、あとはびっくりペタペタ生き物、かわいい魚、ペコポコ、お、すげえデッドストックも売ってんだ、セーラームーン、へえ、ドラゴンボール Z、 お願いツインズとピタテン、あと煙の出たばこね。あとは 3DS DS、 これもコスモス系ですね。そしてこちら鬼マスクも結構入ってんだね。お、ヤクマンモーパイマスコット、面白いね。そしてこれもすごいな、100円、お、ガンダムコレクションボリューム6とフリッペンパイロット、見たことないね。あとデッドストック、お、 HG ウルトラマンもあるんだ、これはもうやってないのかな。お、どうしようかな、今やりたかったらうまいんだろうな。そっか、目指すのゲームかな。これはフルコンプ持ってんだよな。こっち北川景子さんですよ、北川景子さんね。
ペットもあるな。よし、やっぱこうね、煙の出るタバコ行きたいですよね。まずやりました、これね、これタバコですね、偽物タバコ吸ってみますかね。煙が出るんですけど、見えました？燃えてるように見えるから怖いよね、これ驚きます。そしてやったのはこれですよ、これこれ麻雀牌、これさ普通の麻雀牌じゃないですか、これほら、いや初ですよ、初、普通の麻雀牌が一つ入っているという、すごいね。そして実は DS やっちゃいました。やっぱ大当たりっていうのやっちゃいますもんね。一つ目はこれです。当たってる感じしないんですけどね。よしと、何これ、何これ、鳥のスポンジみたいなやつ、浮くやつねすごいね、これちょっと重いんだよ、これ当たりじゃない、なんだこれ、見たことあるな。ミニブックもないんですけどね、はい、これはちょっと分かんないんで、分かる方コメント欄お願いします。かなりでもこれパーツ扱ってるね、この消し何、あられちゃんとかね、頑張れ田淵くんとか、結構80年代のねレアなプラモデルいっぱいあったんですよ。見たい方ゆっくり見てみてください。高木さんありがとうございます。近くの公園では桜が満開でございますよ。はい、いやとても賑やかなカプセルトイガチャガチャを紹介できましたね。なんかポケモンとか鬼滅の刃とか、あとは妖怪ウォッチのメダルとか、まだまだ栃木県内は流行っているようですね。平成レトロに近いのかな。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、昭和レトロ風ガチャガチャがありましたよ的なコメントもお待ちしています。また僕のガチャガチャのコレクションからこの辺やってくださいっていうリクエスト、ご当地オリジナルのガチャガチャの情報などなど、カプセルトイガチャガチャに関してはコメント欄で受け付けております。高木さん、また素敵な情報がありましたらぜひ送ってくださいね。関東になるとねちょっと時間を許しますが、どうにか調査したいと思います。それではまた次回、桜咲いたよ。